よし、一丁やってみっか。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ。飛ばすぞ。そいつはどうだ。まだまだアリオーケン。恐怖におののくがい。カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。やつの後をつけ。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間2人、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勝手にしろ。悟空、無茶をするな。三人一緒に戦えばなんとか。クリリン、ダメなんだ。それはそうじゃが、悟空が。そうだよ、だから俺たちにも。クリリン、よし、こっちから行こう。そうか、ご飯くんのぼ。よし、行くぞ。一か八かだ。待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。へえ。カカロット、貴
様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。身の程知らずとはこのことだ。勝負っちゅうがただ聞いた風なことを抜かしかかろっとよ。我が一族の貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の部下に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。俺の力を拒む者だから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば、見苦しい戦いをするな、孫悟空。ところ、そいつはどうだ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。そうだ。すまねえな。ちっ、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ちっ、お前も新技を開発してるってのかよ。ようやくお前らとの差が少し縮まったかと思ったね。クリルマ、新しい技あんのか。ああ、俺の方はまだ開発途中だけどな。よし、ならオラがなんとか時間を稼いでみせる。ダメ。なんてパワーだ。クリリン、死ね、カカオット。何？お父さんをいじめ、うわあ、こわ。やめろ、やめてくれ。あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様、ピッコロ、早くあの技を。貴様、正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな、覚悟いいか。やれ。待て、魔眼光殺法。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソトリ。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるのは いつ。1年、たった1年後だ。1年、
さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。バカな仲間どもが死んじまってし、ピッコロ、なんだその面は。そんな、許さんぞ、許さんぞ、貴様ら。邪魔だ、ベジータ。カカロットの戦闘力はいくつになった？8000以上だ。はっ、8000以上、それは間違いだぜ、故障だ。てめえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ。どうして短期間のうちにこうも力をつけた。すげえ、本当にすげえぞ悟空、勝てる、勝てるぞ。はい。ベジータ、助けてくれ。動けないサイヤ人など必要ない。死ね。ベジ、二人とも、だってあいつはすごすぎるんだよ。かえって悟空が気を使って邪魔。すまねえな、あいつの強さ。場所を変えぞ。好きにしろ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。
貴様のような下級戦士が、サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検、その時の数値が低いクズ野郎が、要するに貴様は落ちこぼれ。そのおかげで、ほら、それによ、落ちこぼれだって。面白いぞ。じけて。なんだありが。尻尾をなくしてしまったことをこう。なんだ。ものお父さんの木が僕ま。待てよご飯。どうだかか。どう。なな。オラと地球の元気玉。なんだけち。そうか。とわかったぞ。じいちゃん踏みつぶして殺したも。武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのも。オラだったんか。ごめんよじいちゃん。こいつ、とんでもねえやつでさ、たぶん、オラの木を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、ね、また行ったらさ、謝りに行くよ。ふざけて。
砕け散れ。元気玉出すために精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。よし、この距離なら。ちくしょう、どこだ。どこに行きやがった。見つかった。間に合ってくれ。できた。地球中の元気が集まった。よし、これで終わりだ、カカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。イーたちの最後ペってやつだ。これでオーラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。元気だ。何？クソったれ。はね返せ。行くぞ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。リフーム、ファイティング、ボンバー。悪いな。どうするおめたち、とっとと自分たちの星に蹴るか。聞いたか、バーター。どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてや。俺たちは天下の義乳特戦隊だ。行くぞ。ああ。
教えてやるぜ。ギニュー特戦隊を舐めるとこういうことに。ありゃっ、こっちだ。やっ、貴様。うわなるほど、あいつか。そうなんですよ。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を6万。ありえんことではない。我々と同じく突然変。こいつはこのギニュー様の真の力を見せるとき。よし、こっちも行くぞ。アバよ、カカロット。ベジータ、スキャリうわ、逃れられんぞ。虎の本気。ギニュー隊長、俺も加勢します。くそ、ベジータがいなくなっちまう。こっちだ。誰が手を貸せと言ったか、バーター。今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと覚え。とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。チェーン！
そいつはギニューだ。ベジータ、何もそこまで。せいぜい甘いたわごと。この俺が始末してやる。うわー、死ね。バカめ、やってくれ。なに、どけ。あ、ごい。どうやら元に戻れ。なんだ。今度こそベジータと。かかったな、ベジータ。これだ、そら。今度はなんだ。いや。ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。頼む、フリーザ。おめえがオラに頼むなんて、おめえのことはでっ。ほら、地球育ちのサイヤ人。おめえたちに殺されたサイヤ人のために。くだらない。貴様ら、この場から離れる。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。うわ、いや、なめるな。やっ、反撃させてもらう。バン、生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのは。どうやって料理しようか。いや、やるか。バン。オラの木全部使い果たさないと勝ち目がなさそうだ。やりたくなかったけど、元気玉使うしか。ほんの少しずつでいい。元気を上げてくれ。来た。貴様らを許すと。クリリン、
理性が。木が膨れ上がって充実していく。何をしておるんだ、悟空。確かに、こんなチャンスは二度とない。なんだと？悟空！クリリンの仇を討つんだ。クリリンは 85%。 フリーザ、貴様が貴様だって自分のこれがお待ちかね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。どこまで？しつこいくたばりどこないね。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。この地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれ。変えてくれ、その願い。フリーザとこの俺を除いた者たちすべてを。聞いておったのか、悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。空をなめんなよ。なめるな。と皮肉だな。俺もいい。俺は宇宙一。殺されるべきなんだ。赤やら。行くぞ。
オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老師様と自分のペースで修行すっから。そうか、わかった。見ろ、何かいるぞ。ここじゃ犠牲がでかい。おめえらもいいな。誰もいない場所へ。誰もいない場所を作ってやろうと。ついてこい。一番肝心なこと調べ忘れちまったらしいな。二人とも手を出さないでくれ。なるほど、確かにかなりのパワーだが、我々が慌てるほどのものではない。あ、そう。じゃあ、何をしても無駄だ。何をしても無駄だ。
オラも上を目指そうと思うんだ。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってや。いや、相手の気が感じらんねえ。言っても無駄だ。わん。お父さん、ほらの瞬間移動なら。お父さん、落ち着け、ごはん。気を感じる。オラが時間を稼ぐ。はい。孫悟空だな。さて。いや、聞いたところ、どうせお前は。そいつはやってみなきゃわか。邪魔をするな、孫悟空。こいつは俺が始末するんだ。悟空、俺もお前と一緒に戦うぞ。バカが、まぬけめ。孫悟空、お前を殺すのは後回しだ。17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか、16号。弱をつけてやった。計算では私とセルはほぼ五分と五分の力だ。何？そいつはどうだ。太陽拳。17号、後ろだ。セルが。そろそろ吸収させてもらおうか。やるか。完全体か、素晴らしい。さあ、早くセルゲームを。ああ、そうだ。いきなり貴様から来い。こいつはどうだ。オラの本気。
だね。強さはよくわかった。オラはもうやめとく。僕は So you can セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。行くぞ。
おめえは失敗した。ほら、何をし、もうとどめを、うん、おお、18号。おお、くそ、僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだ、悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。いつかおめえたちが死んじまっ。ここは武道会場。バカ！ベジータ、おめえはオラに本気出させるために。違うか。こうでもせんと、貴様は俺、たった一日で貴様は二度と、そんなことで、たったそれだけのことで。バカなこと、バカなことだと。この俺にはそれが全てだ。こいつは俺の強さを超えやがった。圧倒的な力を誇っていた王子である。こいつに命を助け。アビディ、うひゃひゃひゃ、望み通り場所を変え。それほどまで。早く終わりそうにねえな。行くぞ、殺してやる、カカロット。かかったな。まだまだ。やりゃやりゃ。死ねぞ。やるぞ。あや。とんでもねえ木に変化したぞ。やっぱただもんじゃなかった。マジにぶっちゃ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。
おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。はっわっ、うわっ、気になって集中できないようだからな。ベジータ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。さっさと殺しちゃえよ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのに。バビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。やっうっっありゃほら、まだまだ、こっちだ。武器を上げてくれ。それやっても無駄だったろ。いや、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。さっさとやろうぜ。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。
動き出した。西の都を離れ始めたな。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか。うん、わかった。なんだ、ごてん。わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早くやよかったんよ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。起こせ、早く。あ、ベジータ、やろうぜ。起こせ、早く。よっしゃ、ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにほら、どうだ。少し本気見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。なんで縮小。こんなこんなはずじゃなかったか。まあ、そんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうならばらば。行け、ゴーストども。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそっ、アスラ。さて、果たしてうまくいくか。カカロット、すごい奴だよ。お前はなんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思う。守りたいという強い心は得体の知れない力を生み出しているので、確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。
俺は俺の思い通りにするために、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦う。だから相手の命を出すにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていた。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。オーブはこれからだ。せずとどめを刺してしまえ。俺もさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ。少しずつではない、ギリギリ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を地球どころか宇宙人だって話が出。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間。やんなベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。おめえはすげえよ。待ってんかな。ほら、またな。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。ご飯とご…あ、早くパオズ山に来…なんだよ父、どうした。
勝負だ、ビルス様。いいだろう。でもこの宇宙に。ああ、まだまだ。ふえっ、うわっ、あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。ふっ、こっちだよ。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ、俺の本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。そら、あんまりじゃねえか、ビルス様。まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビルス様くれえ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それって、おしゃべりはそこまでだ。君にはわからんさ。おい、ベジータ。わっち。勝手にしろ。私はね。感謝？初めて努力したのも、あなたへの復讐。私がどんな思いで、努力というもの、それがどれほどの屈辱にまみれた行為だった。くっちゃべってねえで。ふん、背景。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう服の手はなしにしよう。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。
金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ、孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところ腹立つけど、今回ばかりそうなっちまうかもしんない。フッ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 、やっけ、みっこなしだ。うらみっこなしでお願いしますよ。さあ、選手交代だ。行くぞ。すみませんでした。さっきは俺、いきなり極…もういいって、気にすんな。敵…奴は孫悟空と名乗りました。何？オラ？黒い服をまとったそいつを、俺たちは、奴は地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。それから一年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。そう。未来の私からの…この俺に未来のかかろ…オラじゃねえよ、オラのそっくり…タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準…わかりました。いき、スーパーサイ、すごい。あ、め、ブラック、トランクス、こんなところに。海心、ビルス、おめえ、ほんとにオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったぜ。入れ直さねえと。僕の血だ。おめえの戦い方、勉強になったぞ。終わりにしましょうか。
おめえの力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね。君に私を評価していただける。待たせたわ。素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。どうぞ喜んで戦ってください。よし行っちゃいっか。神様と戦うはヴィルス様以来だな。破壊神と、お前にはこれで十分だ。感じたか。はい。ついてこれるか。俺はブラックの、いや似ているけれども。あんた、海王様にしちゃ強えな。また戦おうぜ。あの、うちに秘めた冷たい精神、ザマスがブラックであるという我々の今のうちに破壊しておくべきなのかもしれん。ん？オラにゃちっとも悪いやつにゃ見お前はお人よしすぎるんだよ。
感じた気だって似てはいたけん。いろいろと謎が多いですね。いいか、禅王様の機嫌を忘れるな。もう一つ、ウィス、海王神に万が一のこと。おっじゃなくて、こんにち。あのね、僕ね。いいけんど、それだけでオラを呼んだんか。悪いかな。滅相もございません。この悟空は禅王様の。黙ってて。悪い、オラさ今いそ。じゃあそれが終わったら遊んでくれ。おう、なんだったらオラよかもっと。ほんと。孫悟空よ、喜べ。おめえ何言ってんか。父さん！トランクス、ベジータを頼む。所詮は人間なんだから、俺はかまでも言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志、美しさ、そう、俺という存在のすべてが、ただひたすらにここ。展開。バター恨みっこなしだ。ザマス、オメガブラックの仲間だったんだな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。美しい世界のために。よザコン。もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。
私が望む正義の世界が。その正義の世界に人間は必要ないのです。おめえたちの思い通りには絶対させねえ。悟空さん、俺が戦います。ファイナルフラッシュ。ポジン、私は一人ではない。手助けが必要か。さて、計画の続きだ。ファイナルフラッシュ。お前にはこれで十分だ。こっちか、こっちか。そこにいたのか。甘い。美しい世界のために仕留めてやる。悪は不要な存在。俺の力よ、この世界の盾になれ。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。お前たちのファイナル。ダメそう、やったんか。なんだと、この不死身の肉体。今夜は終わりだ。サイヤ人。誰だ。これでブラックはいなくなった。変わらなかった。やっぱりこっちの世界には神様の力は干渉し。おめえたち、スーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。偽物？違うな。俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによ。おめえがザマスだって言うなら、ザ…お前たちの世界から見れば、私はこの…気がつかないか、孫悟空。でも、おめえは、すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。時の指輪を用いれば、俺がこの体にな…そんなことのために海王神…そして我々が叶えた願いを覆され、さらにこの境よって、今この世界でこの二人だけだ。これはすべて我が願い。世界は俺たちはすでに余っ…そして今度は…最も醜い者には重い罰を受けてもらう。這い出ることすら…サイヤ人ども。ついてこれるか。なんだと。
ちらだ。ありゃ、ほら、ちれっくらい。またまた。お前にはこれで十分だ。恨みっこなしだ。ありゃ、ほら、全開でいくぞ。あなたの家族がどうなったか知りたくはないですか。家族？どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールはお前の体と入れ替わった後地球へ確かめに行ったんだ。本当に入れ替わっているのか。うわそこには俺の体になり驚いている孫悟空とそれを見て怯える家族がいた。貴様ちょっと後手に何をした。もう察しているだろう。おめえ許さねえ。おめえオラの体乗っ取って父と後手まで殺した。おこっ孫悟空、お前の怒りが心地よいぞ。受けるがいい。我が刃。これでもう帰る。この世界がお前たちの。笑わせるな。俺たちが帰れないということはここがお前たちの墓場。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢。愚かな神々がお前たちに知恵を。おいカカロット、壺はどうした。いけねえ、タイムマシンの中だ。このバカが。くまあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。とおめえの相手は俺だ。神に指図するな人間。ありゃ、ほら、お前にはこれで十分。うわ！
美しい世界のために。恨みっこなしだ。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。恨みっこなしだ。待て。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けぬか。父さん、悟空さん、トランクス、無事か。こいつ弱ってつ、トランクスが何とかしてくれたって言ったな。なんと無様な姿。ザマス、一体何があったというのだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。無知に神を冒涜し続ける人間だ。真の神の力を見せるときだ。日は熟し、人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始まりだ。我が姿は正義、我が姿は世界。崇めよ、讃えよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。フランクス、我らの正義が宇宙を満たす。今日この日この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻む名はザマス、永遠の正義を歌うものだ。神に逆らう知れ者が。やつの体の半分はブラック、不死身じゃないから。ベジータ、力貸してくれ。ポッな、ふざけるな。貴様と合体など、オラたち二人が合体して力合わせるくれでねえと、あ、おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。オラよ、ベジータ。そういや、メイに合体した時は
二度と戻れん。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間ちゅうことは1時間の勝負だ。黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。落ち着いた。もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ、二度とごめんだというのに。よっしゃ。何者だ。お前が一人になったから、こっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。よっしゃ。見せてやるよ。そんな変身で神にかなうと思うな。さあ決着をつけようぜ。お前いてえのか、お前はもう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ。カメハメハ。お前は人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前をこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこ、まだ1時間経ってないのに。神も人間もない、自分以外を信じないお前に。楽しむ、みんなの力を俺に貸してくれ。キャなあ海王神様、この世界も、もちろんおいでだと思いますよ。こんな世界けっ、力の大会、必ずオラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない。あ、じゃあオラ、行ってくんの。
父さん、天津飯さん。行くぞ。おい、こいつはただの練習試合だぞ。分かってっさ。こっちも行くぞ。気合い入れ直さねと。こっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。どっちが先に目を上げるか。どうした。まだまだ。ありゃ、こら。気合い入れ直さねと。ほら、燃えてんだ。手を気を見せてやる。俺がオーラたちの元気玉だ。気合い入れ直さねと。無駄だ。はっ、しゃ、はっ、しゃ、まりゃ、うわ、ほら、気合い入れ直さねと。こっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。ほら、燃えてんだ。はっ、どっちが先に目を上げるか。まだまだ。気合い入れ直さねと。こっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。どうした。しゃっ、しゃっ、はっ、こっちだ。うわっ、うわっ、うっ、どっちが先に目を上げる。こっちだ。うわー、まだまだ。うわー、やるな、おめえら。すんげえコンビネーションだぞ。まだまだ全力じゃありませんよ。はっ、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 手を気を見せてやる。俺がオーラたちの元気だめだ。うっ、オーラ燃えてんだ。手を気を見せてやる。俺がオーラたちの元気玉だ。10倍太陽拳、よっ、20倍だ。気合い入れ直さねと。どこに。こっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。やるじゃないか。最後まで来るか。いいだろ。気合い入れるぞ。気合い入れ直さねと。手を気を見せてやる。俺がオーラたちの元気玉だ。倍太陽拳、よっ、20倍だ。
フリーザだ。あいつを10人目にしよう。部隊も完成し、全宇宙の選手も集まったようです。それでは禅王様からのありがたいお言葉があります。みんなよく来たのね。大変素晴らしいお言葉、ありがとうございました。それでは改めてこの力の大会のルールを説明いたします。地球では48分だそうだ。術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけます。またどんなに瀕死になっても回復。ルールの説明は以上です。よし、やってやっぞ。なあ、孫悟空とかいうおっさん、あんた、さっき見たことのねえ色のスーパーサイヤ人に変身していたな。あれのなり方教えろ。教えてくれたらお礼としてぶっ倒してやるよ。姉さん、それお礼になってません。お、おめにゃまだブルーは無理じゃねえかなって。はぁ、あたしめのこと舐めてやがるなんてめ。面白いやつだなおめ。よし、かかってこい。ふっ、あっ、おめ、ダダダダダダ、ありゃ。邪魔しねえでくれよ。これやった。弟子取りな。マガマガ、かかってこい。すげえな、これがおめえの本気か。油断するな、カカロット。油断なんかしてねえさ。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。入れてくぞ。
咲かせましょう、響かせましょう、愛と勝利の歌を。さあ、変身よ。みんなの幸せ、愛をお届け、リブリアン。野生のトドロキ、愛の雄たけび、カクンサ。夢と魔法で、行くわよ。この思い君たちに届け。ラブ。はあ、なんだこの匂い。この匂い、人を惑わすようですが、悟空さんたちは。どうやら大丈夫そうですね。なんだかんだで皆さんストイックですし。やっちゃいな。
信を邪魔するだけに飽き足らず、絶対に許さない。乙女の怒り、虫の邪魔したのはオラじゃねえけど、まあ、いっか、かかってこい。あれよ、これがオラの奥の手さ。孫悟空、助けなどい、助けたつもりなんかねえよ。おめえを追い込んでる。いいか孫悟空、ならお、すんげえスピードだな。瞬間移動する間もねえとはな。何、俺の動きを見る。おめえ確かにすんげえスピードだけど、動きがちょっ、たまねえな。何度やっても同じだぜ。なんだと、時飛ばしと同じ筋肉の動きをさせお前をおびき寄せた。さあ次はどっちだと思う。耳を澄ませよく聞くんだ。トン、ジャスティスクラッシュ。よし、じゃあいっか。よし、じゃあいっか。はあ、
まだ上に行けぞ。無天老師様が。仕方ない、出直すか。なんだこの木は。おやおや、とんでもない化け物が。ジレン、存分にやるがいい。やっとーらと戦う。うわ、そんな。これがたった一人の戦士が。ジレンを常識で語るのは愚かなことよ。ジレンは絶対に負けない存在。相手が誰であろうともだ。強さはよくわかった。ならオラのとっておきを見せてやる。元気玉を打つしかね。でも火を集めるに時間がかかりすぎる。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。悟空、俺たちの気も使ってくれ。レン、オラに時間を与えたことを後悔すんなよ。入れ直さねえと。こっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。おめえの戦い方勉強になったぞ。入れ直さねえと。こっちだ。おめえの戦い方勉強になったぞ。全力でかかってこい。全開で行くぞ。手を気を見せてやる。これがオーラたちの元気玉だ。10倍火力剣、いや20倍だ。これがオーラたち。嘘だろ。バカな、押し戻されて。父さんの体力はまだ10。にゃくっ。元気玉が。お前の勝利だ、ジレン。悟空、
孫悟。来るぞ。さっきまでとは何かが。凄まじい熱気を放ってはいるが、気配は恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。あの動き、今までの父さんのものと全く違います。ああ、避けるときも同じだ。どうなってやがる。貴様に何が起こったのだ、カカロット。悟空、いきなり強くなったね。悟空、いきなりすごくなったね。もしかしたら、もしかしたら悟空さんにとっても素晴らしいことが起こっているかもしれませんよ。身勝手の極意、バカ、ありえぬ、ありえぬ。あれは神ですら容易にたどり着くことができぬ境地。いやはや、こんなことがあるんですね、ビルス様。ほう、ここまでは良いのですが、あの暑さ、どうなりますかね。ジレン、そんな奴の相手、俺たちに任せてくれ。終わりにすっぞ。孫悟空、それ以上の勝手は許さん。そいつはもう終わりだ。構うな。今のほら、孫悟空、あたしと。仲間が続いて落ちちまったっていうのに、あたしは何にもできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために、今よりもっと強くならなきゃなんねんだ。スーパーサイヤ人2の先、
スリーってやつになる方法教えやがれ。ああもちろんだけど、スリーになりたきゃオラを倒してみろよ。やめやがって。うわぁ2人ともすごいね。すごいすごい。そろそろ変身した方がいいんじゃないか。本気出す前にやられても知らねえぜ。そうだな、そっか。まだまだ。待たせたな。利益上げてくっとはな、カリフラ。おめえなら3どころか、その先まで行けっかもしんねえな。ケル、おめえはどうすんだ。来いケル、一緒に3になるぞ。はい。ケル、分かってるな。はい。何があっても姉さんについていきます。ちっけえよ、一緒に行くんだ。私ら2人とがっちり組んだろ。全宇宙で最強です。さあ、あげてくぜ。全開で行くぞ。やめてもらっちゃ困ります。おめえしてやる。私ら2人ががっちり組んだ。全宇宙で最強って言ったよな。はい。よし、大会が始まる前に預かったものを出せ。それって全部壊してやる。消えろ。よし、二人まとめて、ん？おー？まさか、おめん…ケルト？ケフラ！まさか、ポタ…なれるもんならな。
絶対なってやる。あんたを超えたその先でな。あっ、気合い入れそう。パッパットン、吹っ飛ばしてやる。それパッヤ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 ッ。展開パタッ。おい、ケクラ、こっからが本当の勝負だ。もちろんだ。マジ最高。やっぱあんたすげえぜ。倒しがいがあるぜ。こっちだ。のあの姿は見せてもらおうじゃないか。こはあ、追い込まれたことで何やら厄介な力を引き出してしまいましたね。いか、あの技をまともにいく。ケフラのやつ滑っ、待て、空中じゃ避けられねえぞ。それでは、第二宇宙、第六宇宙。はい。何なんだ、あいつは。ただ巨大化しただけですよ。見かけ直しに決まってます。うわぁ、恨みっこなしだ。うわっ、トン、えいっ、わっ、えいっ、わっ、ふっ、えいっ、やっ、やっ、トン、うわっ、わっ、ふっ、うわっ、まだまだ、うわっ、わっ、わっ、えいっ、ふっ、えいっ、えいっ、なんちゅうパワーだ。こうなったらオーラたち全員で攻撃するしかねえぞ。言われなくてもそのつもりだ。素早く動いて撹乱し、同時に攻撃を加えましょう。あれよ、これがオーラの奥の恨みっこなしだ。おめえも手貸してくんねえか。私がですか。やれやれ。頼んだよ。18号さん脱落。第7宇宙は残りあと5人です。18号の分までやるしかねえな。ああ、そのつもりだ。みんな行くぞ。まだまだ。
己のプライド一つ守れんま。すべてを捨てずにこれほどまでの力を、いいものを見せてやろう。かあ、おお、燃えてるね。桁外れの木だな。化け物か、あいつ。こんなち、なんというば、あんなのとまともに戦える。この力、うわ、お仲間がいなくなっていよいよ本気ってわけか。ベジータ、笑わせるな。そんな傷だらけのお前では俺には勝てない。やめやがって。意外にやられた姿が似合うじゃないか。貴様、うわあ、気合い入れそう。こっちだ、恨みっこなしだ。ここまであなた方にやられて好きにはさせませんよ。己の力のなさを恨め。悟空、ベジータ。はあ、貴様、何をし、おめえだけでも逃げろ。おい、孫悟空、ベジータ、クルーザーを諦めてやったんだ。感謝し、まあ少しは休めた。誰かのために自分を犠牲にする。俺が勝てなくても第七宇宙が。ベジータ、おめえの思いオラが受け取ったぞ。やはり理解できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。そう思うか。うわあ！
ではそれが限界か。ベジータが、そしてみんながオラに託してくれてんだ。こっちは負けるわけにはいかねえ。まだまだ。わからんぞ。まさかあの身のこなしはジレンやケフラと戦った時と同じ。そこりゃもう一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況、次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意なら敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるものか。悟空またまたすごくなった。スーパースーパースーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の極意。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずが。手加減はせんぞ。凄まじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている、行かせてもらうぞ。押せ。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちだおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのに、自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。これがオラたちの力だ。ジレン、何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定する。
か。ついにやったか。すげえぞ、悟空。かったく、か、いくぞ。まさかあの身のこなしはジレイやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況、次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん、それこそ寝言だ。そこの力の大会、そのわずか。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるもの。悟空、またまたすごくなった。スーパースーパースーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。やっは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 っまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空、17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてもここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。限界突破。
てもらうぞ。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行け、カカロット。ジレンに勝ってみせろ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。立つんだ、ジレン。何のために今まで誰も信頼せずに、お前がお前の強さを信じられなくても、俺は信じている。すまなかったな、二人とも。泣かせっぱなしになっちまったよ。お前、動けるのか。あなたも後ろに下がっていけばいかがですか。今ここで三人が協力して立ち向かねえと、第七宇宙は消えちまうんだぞ。孫悟空、再び立つか。俺の前に。おめえの戦い方勉強になったぞ。こちら。うわ、あ、始める。気合い入れずぞ。トン、ホトン、ハホ、ハエイ。うわ、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 こいつで終わりだ。くわ、強くなってよ。これがオーラたちの元気玉だ。オーラたちが束になっても叶わねえかもしんねえ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オーラは約束を守る。それおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところには程度が出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。
こっちだ。こっちだ。引きだ。まだまだ。まだまだ行くぞ。やった。あたるか。私を投げ飛ばしなさい。わかった。えりゃあ！ああ！ありゃあ！決めろ！悟空、フリーザ！いけ！これが信頼。第七宇宙の力。はあ、フリーザ。おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。あ、分かってっさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、戦うことで俺たちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いて。すごいやつだったな。ああ、悟空、また会いに来てくれる？お、もちろんだぞ。またな、ゼンちゃん。ベジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。